国産スマホってことごとく評判悪いじゃないですか。去年の日本におけるスマートフォンシェア率はアップルが過半数を占める 54.7%、 次に日本企業であるシャープが 9.5% を占めていますが、全体の 70% 以上は海外企業が独占している状態です。じゃあこれグローバル規模で見てみると、一番でかいのって iPhone とサムスンなんですよ。これ問題なのが、日本企業は見る影もないんです。昔東芝とか NEC もねスマホやってたけど撤退しちゃったし、最近だと京セラとかも個人向けのスマートフォンは販売やめちゃったし、この間新規参入したバリミューダも終わっちゃったしな。国内メーカーってどん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 もうなくなってきてて、もうオワコンなんじゃないかって言われてるわけですよ。実際に自分で国内メーカー触ってみようと思って買ってきました。こちらアクオスセンス8。シャープより去年の秋に発売されたスマートフォン、位置付けとしてはミドルレンジモデルになり、販売価格は SIM フリー版で 56,980円。あーでも悪くないかもしれん。普通に俺デザイン自体は嫌いじゃない。全然昔の国内メーカーでよくありがちだったのがさ、デザインが全部同じような感じで絶妙にちょっとダサいみたいなやつ多かったじゃん。これ結構洗練されてると思うけどな。スペックは以下の通りで、 CPU にはスナップドラゴン6ジェネレーション1が使用されていたりと、標準的なミドルレンジの性能だと言えます。で、指紋認証、顔認証、 SD カード、イヤホンジャック、お財布携帯に対応してると。全部入ってる。これが日本スマホ。イヤホンジャックですらまだ対応してるからね。これぶっ刺して、これでこのピクセルのアプリとかを全部こっちに移せるってわけね。あ、ちなみにそう、これ言い忘れてたんですけど、今回これ1週間使います。実際に自分が使ってみて、本当に国内スマホって今使えないのかっていうところをちょっと見ていこうかなと思います。あ、でも意外と挙動サクサクだね。スクロールの挙動とかさ、通知センター開く時の挙動とか、もったりしてない。というわけで、1週間アクオス縛りです。はい、というわけで5月16日このアクオスフォンを使い始めてちょうど1週間ぐらいが経ちました。まあそんなに悪くない。たまにカクつきなどはあったんですが、乗ってるスペックを考慮してこれだったら全然許容範囲内かなといった感じでした。で、これのアンツツベンチマークも測りました。こちらスコアはですね、だいたい51万点でした。僕が今メインで使ってる Google Pixel 6 Pro、 だいたい3年前のハイエンドの機種のスコアが84万点なんで、それと比べるとちょっとスコア落ちちゃうんですけど、まあ普通に使えるレベルじゃないかな。まあ、YouTube 見るとか Twitter 見るぐらいだったら多分全然問題はないレベルの性能だとは思います。ただデメリットもあります。まず一部の USB ケーブルの反応が悪い。スピーカーの音質が少しだけ悪い。 Bluetooth イヤホンをつけると豚が喋り始める。これね、普通にちょっとうざい。こちら正体はエモパーというシャープ製の人工知能アプリで、話しかけると天気やニュースなどを教えてくれます。ちなみに普通に設定でオフにできます。で、最後にまあタッチ感度がたまーにおかしくなる。これ本当にたまにね、こっち側にスワイプしたのになんかこんな感じになったりとか、なんか悪いとこめっちゃ多いやんって思った人いるかもしれないですけど、個人的にはそんな悪くない。あともう1週間これ使えって言われても全然使える。昔の国内スマホほどストレスは全然感じんかった。つい数年前までの国産スマートフォンはすぐ固まったり発熱したりもとんでもなかったんですが、このアクオスを触った感じそのようなことは起きず、むしろめっちゃ快適に使用できました。ですが一つだけ言ってないことがあります。実を言うとアクオスフォンっていうか元にシャープってもう日本の企業じゃないんですよ。実を言うとシャープって今台湾の企業の子会社なんですよね。シャープの強みってこれディスプレイ事業じゃないですか。このアクオスフォンにもイグゾーっていうね自社ブランドのディスプレイが使われてるんですけど、このディスプレイ事業が実は低迷してて、強みではあるんだけど一方で低迷もしてるっていう、ちょっとお茶目なところがあるんだけど、赤字が続いた結果倒産しそうになっちゃったの。2016年ぐらいの話なんですけど、その後シャープは台湾の大手電子機器メーカーであるホンハイに買収されることによって経営の再建を図りました。もちろんまだ本社は日本にあるし、その日本色の強い企業であることは間違いないんだけれども、純粋なる日本企業では実はもうないんです、シャープって。で、今日本で純ジャパン企業でスマートフォン作ってる会社ってのは実はもう一社しかなくて、それがこちらソニーの Xperia 10.6。 先月の7月5日にソニーから発売されたばかりの Xperia 10.6。 位置付けとしてはミドルレンジモデルで、販売価格は約7万円になります。はい、本当にもう破産しそうです。パカーン。おー、うわ、かっけー。マットブラック。そう、今回ねブラック選んだんですけど、やっぱ Xperia といえばね黒だよね。黒か紫なんだよ俺の中の Xperia って。おー、すげー、マジ延べ棒見て、めちゃくちゃ。これアコースと比べると分かりやすいと思うんですけど、めちゃくちゃ細長に見えない。これディスプレイが21対9っていうちょっと独特な比率なんですよ。だからちょっと細長く見えるだけで、でも画面のインチ数的には 6.1 インチっていう、別にそこまででかいわけじゃないんですよ。でもしてもやっぱかっけーな、このデザイン。ほんと惚れ惚れするくらい。見てこれ、ほらこれじゃない、やっぱ港区のサラリーマンが持つべきスマートフォンは。スペックは以下の通りになってるんですが、実はセンス8と比較してみると使用されてる CPU やメモリの量は両者ともに同じなんです。そ
のためかアンツツベンチマークのスコアを比較してもその差は非常に少ないです。それでもって指紋認証、 SD カード、イヤホンジャック、お財布携帯、防水防塵全てに対応してます。やっぱ日本スマホ、ちゃんとここはジャパニーズスマートフォンなのよ。これでお値段 69,300円となります。まあ、ちょっと高くない？言ってしまえばこのアコースセンス8と性能的には変わらないんだけど7万円ぐらいな価格なわけよ。まあもちろん新発売だからってのもあるんだけど、まあちょっとソニーブランド高くない？エクスペリアこの10-6公式サイトの情報によると強みがありまして、そうこれねカメラがね良くなったらしいんだよね。デジタルズームAI スーパーレゾリューションってあるんだけど、何これすごくない？何でもかんでも最近 AI つけていいと思ってんだって絶対。はい、富竹フラッシュ。で、同じ距離から2倍ズームで、おーすげえ !2 倍ズームめちゃ綺麗じゃん。望遠レンズは搭載されていませんが、メインカメラが4800万画素と高いため、2倍ズームをしても1200万画素で画質の劣化を抑えた写真が撮影できるとのことです。ちょっとアコースと比べてみようかな。あー、でも、これ色味的にはでもエクスペリアの方が良くない？これは多分色温度の調節の問題だと思うんだけど、これを見る限りはまあエクスペリアの勝ちでいいんじゃないかな。内カメはこんな感じです。どっちもね800万画素であることは変わんないんだけど、普通に良くない？エクスペリア今編集画面で見てる感じ、まあアコースの方がいいよねこれ。ただ外カメに関してはやっぱりエクスペリアの方が綺麗かなとは思いました。おめえこんなことやっちゃった、お前これドバイの富豪じゃん完全に。どの角度からも撮れるよ。こんにちはどうも山川照之です。こんにちはどうも山川照之です。これ楽しい、俺これで食ってこう。他にも本体重量の軽量性や 5000mAh の大容量バッテリーが公式の売りですが、特に注目したい点はこのフロントスピーカーです。あ確かにいいわ。俺ここ最近触ってきたスマホの中で一番音質いいかも。いや少なくとも、いや本当申し訳ないんだけど、このアクオスよりかはめちゃくちゃいい。だって見て、ほらもう見て見て、わかんねえだろうけど、あの震えてんのスマホが。俺もフェイデットだよ。これでもミドルレンジのスマホでこのとろけるスピーカーはいいな、普通に。いいんだけど、ただ一個気になるのは、なんかこの時計端っこすぎない？こっちほら見て、こっちさ、バッテリーのこの隙間があるんだけど、これなんか時計なんでこんな追いやられてるの、左に。何これ？設計ミスこれもしかして。というわけで、これから1週間使っていきたいと思います。さあ、というわけで1週間使い切りました。こちら、エクスペリア10-6使った感想は、普通です。まあ、普通にアクオスとそんなに変わりませんでした。ゲームをガチガチにやらないんであれば、まあ、問題ないといった感想です。参考程度に原神の中設定では 40fps、最低設定でようやく 60fps が出るといった具合でした。ちなみにこれはアクオスも同じ数値でした。なので逆に言えば、SNS や動画を見る程度であれば、これ全く問題ありません。まあ、だからね、そう結論から言えば普通に使えます。普通にいい機種です。ただ、この性能で7万かってのは正直ある。自分がじゃあ仮にね、メイン機がないですっていう状態で、日本製のスマートフォンを買うかって言ったら、俺多分買わないのね。コスパがね、どうしても他の方がいいってなっちゃうんだよ。これら2機種よりも性能が高い Google 製のスマホは6万円程度で購入可能で、さらには少し性能が高い中華スマホに至ってはたった3万円ほどで手に入ります。これ7万よ。バカ高くない？そう考えると。iPhone 買う人は別なの、そもそも。あれを買うのは別なんだけど、じゃあその Android っていう狭いパイを奪い合うときに、やっぱどうしてもこういう日本スマホよりかは、グローバルのスマホの方が性能が高いし、もしくは性能がどっこいで、値段が数万安くなってくるから、どうしてもそっちを買っちゃうわけよ。さらには特段、目立った機能がないことも売れない理由だと考えます。イヤホンジャックが付いてるとかあるんだけど、でも、ワイヤレスイヤホン使うよ、正直。で、なんか多分、コードのイヤホンとか使うマニアな人は、多分、ダックとか使うわけよ。強みの一つではあると思うの。だけど、圧倒的な強みではないわけ。日本スマホのこのイヤホンジャックが付いてるとかって。日本スマホが悪いってよりかは、日本スマホを選ぶ理由がなくなっちゃってるってのが正直なとこかな。しかし近年、シャープも東南アジアを中心にグローバル展開を始めており、このセンス8に関しては台湾でも結構売れ行きが好調らしいです。俺は日本の会社好きなのね。やっぱ日本の企業には世界的に活躍してほしいし、世界的にぶっ倒してほしいじゃん、他の奴ら。ただ、応援はするんだけど、でもやっぱ自分が現状メイン機で使うんだったら、正直 Google とか、そういうグローバル企業のスマホになっちゃうかな。